ってないんですか。え、早稲田には行ってないんですか、練習。いや、うちが、あの、今の吉田屋に連れて、はい、万が一、運転できるようになったら、こいつに頼む。物を持つと平気なんで。物を持つと平気なんだよ。自力で歩くとね、もう本当、ひっそり。うん、いや、そうなるぞ、お前。若いんだろ、もう何歩、65になります、今年。60? はい、65。はい。まだ若いよ。ね、俺は89になるよ。僕はおかげさまで鍛えられたんで、いまだにこう、取ったり投げたりすることができます。いや、ほんと、この間山下大輔、遅いんだよ。あいつはこうやってね、受けるんです。受けるよ、自分が止まるんで。ほんとは、行くときね、と、お前、パッと行ったら、パッと行ってやれば行くのに、受けたら、投げ返したいね。ほんで、わかりました、ってやつって。あれ、ボイヤー。いたから、ね、あれもかったよ、ヤンキース見たけど、あれが太陽ホイール来て、それで山下はそれを見て真似して、あれのブームなんかもう真っ平だよ、ね、今なんか袋だもん。これ手抜きゃってね、痛いから。うん、だからね、あの抜いてあのランドルフでいいんですよ、はい、あいつ。お前手抜いてどうせって。お前抜いて少年野球の手抜けて教えるんだよ。いや、教えない。私はこうやるときは、ね、ランナー通るときは抜くんだって。袋にした方が硬いって。別のときは反対に押さえるって。浅くする。お前はできるけど、みんな真似したらみんな手抜くぞって言ってた。考えてるから、レギュラーは。それでも、あれか、あの、ひろしさんの元気の時、あの、正月に、中学生で野球教室やるの。それで、ひろが来てくれる。それで、ここ抜いてるの、みんな抜いてるから、どうして僕、手抜くんだいって。あの、痛いから。それで、ね、痛いってお前、痛いから殺すことを覚えるんだろう。ほんで、いや、でも、プロはみんな抜きますって言うよ。プロ。だから今プロに上手な人いないよ。わからんね。だからあれね、その時はね、グローブ外して素手で取ると、こうやって取れるかって。素手で取らす。ほんならこうバーッとこういうの取れんじゃん。どうしてもこういうじゃん。これで教える。で、あの、ヤクルトで川上さんが、バーベル作ったんですよ、はい、ウェイトレーニング、おい、これはいい、ウェイトレーニングいいんだって。それで、買えと言うから川上さん買えるけど、みんな買ったよ。それで、使い方を教えてくれない。それで、漬物の重しになったよ。それで、ヤクルト行ってね、やっぱりね、陸上の人はね、野球で足らんとこをウェイトトレーニングで鍛えなさいという人がいた。これはね、食べ物がいりますよって。呼吸力を、ふーってやると、ふーってやらんと、そういうものを頭に入れてやらんと意味ないです。ニコイオンな筋肉になりますって。キャッチャーの大家。あれ、鉄棒ね、一回もわからんのよ。ケース。あれ、一回出て一回上がったよ。そんなもんだから。ウェイトトレーニングやったから筋肉ついたやった。間違ってやったって言ったの。僕らが入った時はまだそういうのなかったですよ。ない。で、監督が来られて、俺2年目ですよ。あの、合同自主トレな、キャンプ、今の時期の自主トレがすっげえきつくて、グラウンド走れ、グラウンドでやれ、室内行ってマシンやれ、なんかこんなにやってて、あれがね、覚えてないですかね。僕らも9時半か10時くらいから3時、4時までやるんですよ。キャンピングまでへばっちまうじゃん、これって。でも、トレーニングルームあったよな。あの、室内の中にありました。で、最終的にはあれですよ。あの、球場実習ですよ。整備球場のこれ、こういう。あ、そこまでやらせる？それなきゃ、タモク走ってこいですよ。最終的に、こんなにやるみたいな。それ、誰もがブーブー言ってましたよ。これ、実習。どっちかって知らんことが多いんで。
森が勝手にやるのが多いんだよ。マニーなんかヤクルトで、うん、お前の守備やったら巨人に勝てん、ほい、うん、でお前の習慣でね、途中でゲームやってる途中で交代したらね、侮辱したりって腹立っとる、うん、そういう経験ないの、うん、文句言うんだよ、うん、でだから俺はさ先に主審に言うんですよ、ほい、うん、でしょうもない帰るで、ほい、うん、で呼んで今日はすまなんだってこう頭下げてね、うん、俺はもうああいうことをお前がね怒るの知ってる、でも焦んと勝てんから、うん、あの今後もそういうことあると思うでって、うん、それでマネーがどうするんだいって言うんで、うん、俺はねもう絶対使わんと思うって、うん、マネーってまた途中で交代するようなことをしたらねお前怒るだろって、うん、でも使わんって言って、うん、使ってもらんとね金にならんって言ったよ。ほいでね、守備練習を練習して、まあ、で守備練習練習して上手くならんですよ、それは。でも、やるということは尊いんだよ。ほいで適当に使って、ほいで帰るときに帰ったら、そのとこんどは怒らんもん、ね。だから、そういう具合に、うまいこと使えないんです。俺、やっぱりね、今もうちょっと分かって監督やったら勝てるのもっと。もっと選手は納得する、うん、ヤクルトで勝たせて西武で勝たせたわけですから、なかなかそういう指揮官いないですから、いや、ヤクルトはねもうシーズン終わる手前にゴルフ場の話するからな、あのゴルフ場良かったったらあのクラブ良かったってもうゴルフの話よ、うん、野球の順位は下で、そんなチームだったの、本当にね、あれじゃ強くならんよ。ほいでも、個性あせってよくやってくれた。うん、もう若松なんかね、お前なんかよそ行ったら補欠やって言ったことあるんで、はい、このあの監督にあんなこと言う、二度とよそ行ってやったもん。ほいだら、竹山君はね、若松はレフトが下手です。ほら、レフトでやるからね、センター持ってきて。センター行ったらキャッチャーがインコース、アウトコースがみんな見えるって、うん、だからあの足とか肩で生きるからセンターへ帰るって、ほんであいつベストナインだよ、うん、若松には根性があってよ、ほんで今日は負けたなと思ってこっちは言わんけど、うん、負けたなと思って行くぞってあいつがね、うん、パーンとヒットで通りないですよね、一トン、ほいであのヤンチャボードの大筋が頑張ったね、ほんといい勉強にはなる、やっぱりね指導者になできたところよりはお荷物の方が勉強になるんです、うん、そういう考えでいかんとね、だからあれはぜひねやったらいいやつ、はい、12球団お荷物、はい、いい選手はお荷物で押し切れないと、あのこっちも兄弟としてねぜひ参加させてくださいと、うん、勉強になるから、うん、で家にねお前とどうするお前どうするって俺はこうやってそれで、うん、やっぱり人間は暗示の力で生きてる、正しいことはこうだって言うのを言ったらね、大井クラブの卒業したらいい、うん、あの先生が多いとなったらしいですもんね、早くて5年10年はかかるぞ、八木さんも今行くんですよ76です、70、80か次医師が会長やるから、うん、いやまだ若いからね、うん、どんどん、ね、要求したらいいよ、12球団のとこ行ってね、あの OB クラブに少し援助してくれた、でいい教育をすると、で一人とにかく毎月一人は使ってくれっていうような感じで、うん、使わんでも、うん、必ず優勝をさせてみせます、そういう教育してますって言えへんね、それで各年でもいいから一人ずつ送ってね、ほいで OB クラブ行って勉強するとチャンスがあると選手を思わせたら、
ああ、全然違ってくると。おびくるびてお札来いっていう時代になると。うん。やっとる。ほんで、あんたやったことは間違いないけど、じゃあこうしたらもっと良くなるって言えばいいんだよ。うん。いや、お前いいセンスしてるなと言うんですよ、まず。うん、ね。ほんで、例えばバッティング3割打った。うん。お前、いいセンスして3割打ったら大したもんだよ。だけど、俺の言うと言ったら3割5分打てるんだよ、こう言えね、ほんで人間よくだから、うん、行くよ、クレイジーほんで3割5分打ってお互いに勉強する、うん、言った以上はほんで腰振り、足振り、腰振りってなる俺はね、知らんか、お前いい先生必要ないって知らんかもしたらね、それで終わり、うん、いや大変だな、あんた頑張ってやってよ、いやちょっと野球を変えなくちゃいけない、はい、だから俺はこう思ういうことは縁なし言ってあげるけどもやるのはあんただけどね、うん、だから、はい、急にはできんからね、うん、徐々にでもバーッと良くなってそうすると野球部廃部になるんだ今週刊ベースボールでこれから OB クラブをうまく使えみたいなこと言っていただければ恋人間やるなら恋人にまず声かけてこう指導仰げみたいなこと言っていただければあと、おびくらも頼りになるのいる誰先輩だって言ってよ。もう、田淵。田淵田淵来るのイベントにはこちらからお願いすることがあります。あれは人がいいからね。うん、あいつは。うん、よくはないね。まあ、頑張って。はい。ありがとう。今日は本当にありがとうございました。ほんの16日。まだまだこれから。了解。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。OB クラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。